投票漏れはありませんか。投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖、開票、議場解散、投票を計算させます。投票の結果を事務総長から報告させます。投票総数459、過半数の発言363、一都合の選挙96。右の結果、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。